クラウンタイプ96ジュニアを紹介します。このエアガンは対象年齢10歳以上用のエアコッキングガンになります。価格は 13,800 円です。前からこの銃レビューしたかったんですよね。5メートルで1円玉を当てる集団性ということで、実際5メートルで1円玉に当てられるほどの集団性があるか確認してみたいと思います。また飛距離についても30メートル以上ということなので、その辺も合わせて確認してみます。パッケージはこのように格納されています。全長は約960ミリです。重さは約1800グラムです。結構軽く感じます。装弾数は32発です。ホップアップの調整はこちらになります。銃口は14ミリ逆ネジのアダプターに対応しています。対応する14ミリのアタッチメントの装着が可能です。チークピースの高さの調整ができます。上側の2本のネジを外してスペーサーの調整によって行います。横にあるネジは使わないダミーになっています。パッドプレートも調整可能です。2本のネジを外してスペーサーを調節します。このスペーサーを取り外すことによってより短くすることができます。こちらに安全装置があります。これで安全状態です。これで発射可能です。20ミリのマウントベースが標準装備されています。マウントベースには簡易的なオープンサイトがついています。こちらの部分がリアサイト、こちらがフロントサイトになっています。このような感じでサイティングします。ホップアップの調整は左に回すとホップが弱くなり、右に回すとホップが強くなります。ストックの下部はこのようになっています。銃の下部にはアンダーレールがあり、20ミリに対応するアタッチメントが装着できます。バレル部分は少し短く感じます。左右にはスリングをつけるための穴があります。アウターバレル部分は金属製です。この辺のパーツは樹脂製です。ボルトハンドルは金属製です。こちらにクラウン ASGK の刻印があります。タイプ96ジュニアを持った感じは軽くて使いやすそうと思いました。また重心も短いので取り回しもいいのもいいなと思います。剛性に関して言えば結構剛性ありそうな感じですね。強く握っても特にたわんでる感じもしないし、ギシギシいったりする音がしないんですよね。なので結構剛性は高そうに見えます。見た目に関しても艶消し処理のブラックということなので、そんなに安っぽくも見えないかなと思います。グリップ部分は小さくなっているような気がします。ですがトリガーが大きいので手袋をしたままでもね、トリガーを引きやすいと思います。マガジンチェンジについてはマガジンをこちらに部分に入れます。マガジンの挿入口はこちらになります。マガジンを普通に差し込めば装填できます。マガジンの取り出しはこの部分を後ろに引きます。そうするとマガジンが少し飛び出します。マガジンのヘリの爪を使って取り出すのでちょっと取り出しづらいと思いました。タイプ96ジュニアを撃ちます。マガジンを入れます。コッキングします。コッキングは軽いですね。これコッキング途中で話し合うと戻るみたいですね。で、完全にコッキングするとこのようにフリーになり軽く動きます。そして元の位置に戻します。そして安全装置を外して引き金を引きます。今気がついたんですけど、チークパッドをしてるとサイト覗けないですね。こんな感じだったら撃てるんですけど、ちょっとね、ちょっと間抜けな感じになりますね。トリガープルはこれぐらい遊びがあります。その後にちょっと重くなってここで発射されます。発射した後にこれぐらい遊びがあります。比較的軽く切れも良いトリガープルだと思います。タイプ96ジュニアの飛距離などを確認します。使う弾はこのクラウンさんの 6mm プレミアム BB 弾 0.12g です。今一番ホップを強くかけた状態で 0.12g の弾で撃ってみます。そうですね、ちょっと角度をつけただけで30メートル以上飛んでますね。ホップを一番かけているんですが、2ホップみたいにギューンってすごいホップはかかってないみたいですね。なだらかにホップがかかっているようです。次にこの状態で各距離の的を打ってみます。まず10メートル。
ちょっと10メートルの距離だとホップが上がりかけていてちょっと当たりづらくなってますね。次20メートル。20メートルでも若干上目に当たりますね。次に 0.2 グラムの球で打ってみます。ドロップ量がちゃんと分かれば今みたいに確実に当たりますね。次20メートル打ってみます。20メートルだと 0.2 グラムでかなり上の方を狙わないといけないので狙い越しで打つにはちょっと難しいですね。ただ狙い越し量が分かれば 0.2 グラムの方が確実に当てられるような感じがします。タイプ96ジュニアで APS カップのブルザー競技を打ちます。本来ならライフルって10メートルの距離から打つんですけど対象年齢10歳以上ということで5メートルの距離から打ちます。使う球は 0.12 グラムの球を使います。結構良さそうですね。これ使っているのがねフロンティアさんオリジナルの近い距離からピントとなるスコープなんですけど、さすがにね5メートルの距離にはね合わないのでちょっとねターゲット側がぼやけてる感じで打ちました。とはいえねしっかり狙えたので問題ないと思います。まず上の紙を剥がします。こんな感じになりました。5メートルから1円玉っていうのはねちょっと厳しい感じですね。ただ今ねこれ屋外なんで多少風の影響もあるのでその辺も考慮した方がいいと思いますし、私のね腕前っていうこともあるのでその辺も考慮していただければと思います。まあ本当はねこういうグルーピングって何回もやってみたりですとか固定してやるんですよね。だからまあ参考程度に考えてもらえればと思います。 0.2 グラムの丸いの培養弾でも打ってみます。いいかもしれないですね。これ普通の紙にで打っちゃったので跡がわからないですよね。ですね、グルーピングはねこんな感じになりました。っていうことはこれもうほぼ1円玉ぐらいの大きさですよね。 0.2 グラムの球を使えば5メートルで確かに1円玉ぐらいに当たるみたいです。実際はねもっと固定して打てば当たるでしょうし、もっと精度のいい球を使えばねさらに当たると思うので、5メートルで 1円玉に当たるっていうのはね嘘じゃないみたいですね。タイプ96ジュニアでスティールチャレンジのラウンドアバウトを打ちます。ボルトアクションライフルでねスティールチャレンジ打つようなもんでもないんですけど、まあボルトの操作性とかね、まあ、その辺の使い勝手っていう理由をこじつけてちょっと打ってみます。でラウンドアバウトっていうのは5枚の的を打つ競技じゃなくて、スティールチャレンジっていうのは5枚の的を打つ速さを競う競技です。このラウンドアバウトっていうステージの場合にはこの的がストッププレートになっていて、この的を最後に打ちます。まあ、この距離だったらね確実に当たりますよね。ボルトの操作性についてなんですけど、ボルト軽くて操作しやすいのでこういう早打ちの時にもね比較的やりやすく感じますね。
クラウンタイプ96ジュニアのいいところと悪いところを言います。良かったのがね、パッケージ通りの高い命中精度ですね。素晴らしいと思います。あとこの短いバレルですね。これってなんかポリススワットのスナイパーみたいで取り回しが良くてね、いいと思います。サバゲとかね、ブッシュの濃いところとかでもこういうのだとね、割と扱いしやすいので威力を発揮するかと思います。悪い点っていうのはですね、マガジンの出し入れがね、ちょっと手間取るのが弱点ですかね。ちょっと爪を引っ掛けて取り出さないと、慣れないうちはね、なかなか取り出せなくなりました。対象年齢10歳以上用のポルトアクションライフルってあまり選択肢がないと思うんですが、その中でもね、これの命中精度は高いのでおすすめの一丁だと思います。10機になるとね、どうしても電動ガンボーイズとかね、電動ハンドガンになっちゃうと思うんですけど、こういうね、高い命中精度のポルトアクションライフルでじっくりね、 APS みたいな凶器を狙って撃つっていうのもいいかなと思いました。以上、簡単ですがクラウンのタイプ Q6 ジュニアについてのレビューでした。今日の一言ということでね、説明欄に補足ですとか、明日はこういうことを動画を出しますとか、そういうことも書いてあるので、ぜひそちらの方もご覧いただければと思います。以上、見ている方の参考になればいいんですけどね。最後までご視聴いただいてありがとうございました。